でもこういう出会いだったらね、俺簡単にコロッと好きになっちゃうかもしんないな。はい、ということでやっていきましょう。偶然ですね。今日はどうでしたか？絶対お前見てただろう。いやー、よかったな。これ3時間行かなくてよかったな。元カノと。危なかったぞ、かなり。かなり危なかったっすね。そうですか、それはよかったです。そんなことより、お前は今日一日何してたんだ？買い物です。福引券をいただきました。よかったな。はい。はい。なんで付き合っちゃったんだよ。時に俺くん。え？誘惑にお会いしましたか？え？いや、そういうのじゃないからな、別に。俺だったら友達だ。そうですか。あー。相談事できちゃったな。まあでも、こういう女好きになる気持ちもちょっとわからんでもないかもしれない。なんだこれ。あ、昔の思い出か。ここは、もう電車乗り遅れるよ。あー。一本ぐらい乗り過ごしちゃっていいよ。それってさ、まだ帰りたくないってこと？あー、いいね、こういうの。この質問に答えてちょっとだけ、え？彼女がいるのに元カノとの連絡先交換するのは問題ない？いや、違う！でも友達とかだったら別に普通だしな。いや、別に友達同士だから。うん。そういうのじゃねえからね。そういうのじゃないから。あ、あー、これ夢の中だったら、プラスこっちになっちゃうんだ。44、43。やっぱり今日はもう帰ろう。え？まだ。マジか。デイ3。なんでこ、なにこんな、なんか、やばそうな音がするんだよ。電話だけなら問題ない。昨日帰り道に元木、帰り際にも今からと会った。今からに不審なところはないけど、別れたいとか、そんな極端な話じゃない。いやー、不審だったぞ、かなり。別れた方がいいレベルだったような気がするけどな、俺は。ん？最近、朝からよく、だいたい差し出すけど、今からの恒例の。やべ、これ絶対セックスするわ、これ。もうわかる、この。絶対ワンオンワンだよね、これ。この流れ。あえて時間を置いて返信。連絡してくれて嬉しい。今何してる？いや、俺はね、あえてじゃなくてもね、こういう時ね、やったーって思って、返事どうしようって悩んで返信できなくて、あえてじゃなくても時間を置いてしまって、そのうち携帯をなくして、返信ができなくなってしまう。返信返せなくなるみたいな状況になるから、俺は時間を置いてしまう。あえて。あえてというかもう、そうなってしまう。あれ？なんか分岐してったぞ。あと30分だけ寝よう。あ、もしかして、30分後。おはよう、連絡です、サンキュー。もしもし、忙しい。そうだったらまた今度連絡するよ。違う違う違う！俺の作戦は会話1往復で終了した。あー、まあ、プラスになったんだってよかったかな。そうそう、聞いてなかった。俺くんって今彼女いるの？Why ask me? いや、そういうことでしょ。だって、どうしてって。私彼氏いるの？お、そうな。もしもくん、私と別れてから彼女がいないんだったらさ、いや、それは打っちゃダメでしょ。そこは違うでしょ。いや、ダメだな。こいつ、バカだな。ほら、マイナス10になったじゃん。なんでだよ。なんか、その後のやりとりがアホでしょ。彼氏とうまくいってるの？まあ、そういうもんだからな。軽く気になったことがあるかな。通話しろ、切ったはずだぞ、俺切ったぞ。え、いや、いや、今からそっち行くわ。あ、おい、これ携帯のライン、それ消せない。バッカだな。なんで消さねえんだよ。もうやりとりが全部終わって、また連絡しようね、うんっていうところまで消せよ、全部。変な質問とかで消しちゃったら、会ってる時になんか LINE ポンって来たりするでしょ、返信が。何
ってんだよ。しかもなんだこのなんか、この部屋は、すごいね、なんか、占い師の館だな。こんにちは、俺くん。お、てかなんか、寝不足？大したことありません。気になさらず。俺と会った日も同じこと言ってたよ。ちゃんと寝ろよ。そう、今から最初に出会ったあの日もこんな風にひどい雲を作っていた。雨が降り出しそうですしね。あー、雨のエフェクトがこれは。あ、いい表現だね。大学に入学したっていうね、俺の心はそう、ずっと今日みたいな雨空だ。あー、傘忘れたな。どうでもいいや、どうせ帰るだけだし。飯をまともに食ってない体ごめん、走る気力もなかった。俺は長いこと雨に打たれ、思い足取りで駅を目指す。風にも引いて死にそうになったら、元カノが俺のところに戻ってくるかもしれない。あー。ここでばったりなんだ。うっすら目が開けると俺を見下ろす顔があった。誰だこの女は。目の前の女が死神に見えた。意識が遠のく。でもこういう出会いだったらね、俺簡単にコロッと好きになっちゃうかもしんないな。こういう運命的なやつっていうかさ、こういう偶然みたいなやつ俺ちょっと弱いかもしんないな。好きになっちゃうかも。ここは目を開けると見知らぬ部屋のベッドに寝かされていた。黒で整えられた家具。不思議と居心地は悪くなかった。あ、ここは死後の世界。目が覚めたんですね。よかった、そのあなたが目の前に倒れちゃうのは私の家にお連れしました。いえ、よくよく見ると普通の女の人で結構美人だ。それと、熊が。ああ、これは元々ですからその気になさらず。彼女はそう言うが多分気を使わせないようにしているだけ。枕元には替えの服やタオルが置かれている。参ったらかなり世話になったみたいだ。その、あの時のあなたはとてもうつろな目をしていました。ああ、いろいろあって。これも何かのご縁で私よければ悩みを打ち明けてください。ああ、これきついな。いや、これは、これは惚れるな。いや、これはもうどうしようもない。これ主人公のこと責められないな、これは。こいつと付き合ってしまった。それで今から口を挟む、ただ、黙って聞いてくれた。いや、これはちょっと、きついね。それが俺と今からとの出会い。その後今からは俺に良くしてくれて、こうして立ち直れたも今からのおかげだ。元カノが与えてくれたし、のが刺激的な恋なら今からは俺に安心をくれたと言える。俺くん、ごめん、ぼーっとしてなんかお前と会った時のことを思い出してさ。そうでしたか。私もよく覚えていますよ。会ったその日から今の今まで何もかも鮮明に。紅茶を入れてき、はい。怖いな。部屋の椅子は辛さがいつも、いつ来ても綺麗な部屋だ。あ、そうだ。いやー、やめろ。あれ、もしかして充電切れ。マジかよ。くそ、間が悪いな。いや、やめろ、やめろ、マジで。パソコンとかに繋ぐなよ。同期するからな。あ、ナプキンがこんなところに。生理用のナプキンってあんなナプキンみたいな形してるんだな。水晶球だ。今からこれを覗き込めば不思議な神通力で。あ、なんかあるぞ。違うか。恋人と毒豪茶。やめてくれよ。あったあった。なんすかこれ。これ何これ、モバイル。え、なんすかこれ。あ、電話なんだこれ。折り返してみよう。普通に気になるからね。おい、ちょっと、キレ。ああ。あ。あ、ならいいんだよ。続けてください。親からだから、後で大丈夫。うん。お母さん。お母さんだから。ありがちなミスだな、かなり。わかる。ありがちだ。それはダメだ。あ、親だよ、親。気にしないで。お母さんも何か用があったのではいいんだって。急用ではなかったのですか。あ、大丈夫。元気してるかって、それだけだから。きっと俺くんの声聞きたかったなと思います。あ。ほんの少しだけ悪い気がした。あ、二人のなんか、あれが下がりつつあるな。それより紅茶を入れてきたのでどうぞ。紅茶か。さっき見つけた本が脳裏をよぎったが考えすぎだよな。ただ、今喉渇いてないから後で飲むとしよう。なんだ?あー、神社。あ、でも俺こういうの好きだよ。問題さん、ペア、宿泊。あ、俺ちょっとこういうの好きかも。いいんじゃない?では日程の相談を。苦しいな、主人公。ただいま。帰ってくる声はもちろんない。あ、そういえば。昼間の食事は元からだと途中で切ってしまった。謝っておかないとな。あ、俺くん、昼間は途中で切ってごめん。休養が入って。うん、いいよ。
私も急に番号は俺くんの友達から聞いてた。誰か知らないけど友達グッジョブ。それでね、来年俺彼女につけられたような気がしてって言ってたよね。あ、実は今日も部屋で変なもの見つけたしな。そうなんだ、あの俺くん。付き合ってて大丈夫？それってつまり、こういう話電話で済ませるの。あー、いいね。だから今度二人で会わない。ゴムは買ってかねえとな。一応念のために。ここはまた高校か。遠くに見る制服姿を持ってくるともう一人は。おい、なんか、悪魔がおるぞ、悪魔が。邪神が降臨しとるやん、ここ。あいつ誰だ、あれ、誰って、だよ、どうしちゃったの？え、ごめん、聞こえなかったら。え？その質問に答えたらいいよ。問題ある、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 あるってしたら、元カノのポイント上がるんでしょ、これ多分。あー、なんかおかしな感じだな。逆なのか、夢の中は。だから聞こえないって、あれは誰なんだよ、教えるって約束。え、なんすか、怖い怖いなぁ。 Day 4 4日間でこんなに。ランチだったら問題ない。あー、ない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 。2人で会わない。そう言われて俺は会うか断るか考える前に、いつ会える、そこだってダメじゃねえかよ。2人で会うと言っても相談という目的がちゃんとあるからで、そう、何もやましい気持ちはない。なんだ？なんだっけ？こっちにしよっか。おはよう。待ち合わせは13時よからランチしながら話そう話そう。パスタパスタ。あー、オッケー。余計なことは言わない。余計なことは言わなくていい、別にもう。その変なジョークはない。不要です。オッケーでいいです、こういう時はもう。はい。別にこれプラスもマイナスもないでしょ。はい。未だに元カノの彼氏に何も教えてもらってないけど、今日聞けるかもしれない。それで、正義の行いが誠実なものか、自分や他人の行いについて感情的な中立的な判断をしているか問われる場面かもしれません。どういうことだ？ LINE のタイムラインには記事を投稿しているんですよ。どういうこと？占いを信じてみたら妙に意識させるの確かみたいだ。どういうこと？余談のは友達に記事を見てくれって言ってるみたいな。 LINE のタイムラインなんてほとんど見たことないけど、ちょっと見てみるか。おー、キャリーケース5個？今日の心は晴れ模様です。夢は人の心理状態を表すそうですね。今日は彼のためにハンバーグ作ろうかな。とっておきの隠し味があるんですよ。ホラー映画が好きだとよくやりますけれど、邦画のホラーは苦手なんです。今日は健康に気をつけるように過ごしたいですね。今日は外出控えた方がいいみたいです。あー、どうしたなんか彼氏とやり合ってる、バトってる、タクト。ほんと最悪、ありえない。は、俺のこと？あんたのことだって一言も書いてないですけど。あ、めっちゃ低レベルだ、煽り合いだな。レスバトルしょぼ。喧嘩っぽいな。相手は彼氏かどうかまでわからないけど、こんなネガティブなとこを FN では見つけられなかった。元カノだって俺を心配してくれ。今日あったらなんとそれとなく聞いてみるか。やべえ、もう12時半だ。ちょっとだけ見るつもりが。はい、行きましょう。ちゃんと追尾がないか気にしとけよ、尾行が。同じ街で会うなよ、まず。なんで同じ街で会うんだよ。あー、でも髪はボサボサ。急に詰められて顔が熱くなるの感じた。ちょ、おい、やめろよ。自然な感じで。あー。あー、これは、こんなスキンシップするなよ。もう分かってやってんだろ、元カノお前。分かった上でやってるな。このトマトクリーム超美味しい。俺はトマト嫌いだからな。俺くんハンバーグ好きだよね、相変わらず。ハンバーグうまいじゃん。トマトも人参も嫌いだ。あー、いいっすね、こういうやりとり。変わらないから2年ちょっとだろ。そんなに人は変わらないよ。いや、好きな人とかは変わってる。彼女に来たのがその証拠です。そんな顔するなよ。ちょっと危ない感じするよね。怪しまれてる気がする。まあそこかな。ちょっと他2つは選択肢としてありえなかった。いや、危ないって言うと極端な話じゃないんだけど、もともと変わったやつけど、お前と会ってきから俺のこと嗅ぎ回ってるような気がする。知らないはずのこと知ってるような口ぶりとかするんだよ。もしかしてだけど、俺くん私会ってること彼女さんに言ってないよ。俺がコソコソしてるから彼女さん気になるでしょ。もう女の子は目ざといんだから。あ、なるほどね。なるほど。そう来るか。それならよし。プラス 5？ あ、そうなんだ。ま、ならいいけど、まあいい感じじゃなかった気が。いや、無理でしょ。聞かれてもないに言う必要はないだろう。それに女の子って本当に恋愛話好きだよね。人の相談に乗るとか自分のことあんまり話さないのに。だよな。共感するのが好きだからな。
これこのやりとりか、ここに突っ込んでいいか、 LINE のタイムライン見たんだけど、なんかコメント欄で喧嘩してたよな。別に今かの人間関係を詮索してるわけじゃない。ただ元カノは俺のために親身に存在し、その気持ちに何か返せるものがあると。お前言い訳すんのうまいな、言い訳すんのうますぎじゃね。ちょっと心配になってた、相手友達彼氏か、私相談に乗りたい、友達として。あれは、あ、ごめん、また電話。え、もう、はい、もうちょっとだけ遅く。元カノ悲しませるような男なんかぶっ飛ばしてやりたい、もちろん友達として。ごめんね、俺くん帰らなきゃ。彼氏か、今のは彼氏じゃないよ。え、引っ越し業者にいたらもうすぐ来るんだ、すっかり忘れてた。え、お前こっちに帰ってきてたのか。あー、そこまで行ってすぐ後悔した。もしかしたらこれから彼氏と一緒に同棲するつもりに引っ越したのかもしれない。あー、確かに本当にいいの。あ、え、あ、あ、これ確信犯だな、元カノも。これ確信犯だわ。これはもう言い訳できないっすよ。これは言い訳できない。ということで、気になるのはまた次回。グッバイ。